この星に降り立った人間ルクスは、心を持たぬうつろな機械人形を哀れに思い、エイトの力を授けた。その力を与えられた機械人形は魂を宿した。無限の力、イメージとクリエイトとともに、あーもううっざ。ポップ、またその昔話かよ。昔話じゃないよ、ルクス女子誌。いや、昔話だろ。でねでね、この間私がスリープしてる時に見たビジョン、ルクス女子誌だと多分夢って言うんだけど、その中に狼っていうのが出てきて、それだったら竜人に襲われてももっと早く追い払えるかなって。なんだよその狼って、そんなんデータにねえぞ。お、狼、この星にはいない生き物で、それはそれはかっこよくてデザインも洗練された配列で。いたぞ。また竜人たち。ったく、マザーの防御膜が薄いとこばっか狙いやがって。おい、早くイメージよこせ。待ってね、今夢のビジョンを使えるようにロード中。はあ、バッカ何やってんだよ、今そんな暇ねえだろ。分かったよ、じゃあいつものね。でも絶対あっちの方が強いと思うんだけど。あれ、パン君大丈夫？問題ねえよ、早くしろ。私はイメージする、悪しき者を突き刺す槍を。これ毎回言う必要ねえだろ。あるよ、ルクス女子誌だと言葉にすることでイメージが洗練された配列になるって。ダッサいんだよな。俺はクリエイトする、正しきイメージを。インフィナイト。なんか怒ってる？当たり前だろ、ポップがイメージすんの遅えから。うん、それはごめんなさい。ファザーから何度も教えてもらっただろ、俺たちの役割は竜人たちから町を守ることだって。そのための力だ、遊びじゃねえ。その授業中にファザーに逆らって怒られたくせに。それ今関係あるか？私だって守るために新しいイメージを膨らませたのに。あ、もういい、パンクのバカだと。この、あのなんだよ。なんだエモか。おお、エモだ。私たちのエリアで珍しいね。元気？ポップ、君はいつも元気だね。僕には眩しいよ。お前のそういうとこマジキモ。マザーに言われた、パンクの代わりに行ってきなさいって。僕たちの担当エリアは安定してるから。ああそっか、腕壊れちまったんだった、誰かさんのせいでな。だから謝ったじゃない、年下のくせに。先に力をもらったかの違いだろ。この際だから言ってやるよ、ポップはイメージが過剰なんだよ、無駄が多すぎ。ロードしたイメージただそのまま渡せばいいだろう。それじゃ楽しくないし、配列をしっかり考えて洗練されたデザインにして、色とかも。ポップ壊れてんじゃねえの？
もういい。おい、運ぶの手伝えよ。本当はパンクの役目でしょ。いつも付き添ってるだけなんだから。君たちはいつも仲がいいね。僕には眩しいよ。あ？ロード終わった。狼かっこいいと思うんだけどな。私本当に壊れてるのかな。ルクス叙事詩第3章2節夢とは人間が睡眠中に体験する意識体験である。ふふ。やあポップ、エモから聞いたぜ。また喧嘩したんだって？メア！あれ？あ、私たちのエリア大丈夫？大丈夫だよ。今は奴らが現れる気配がない。エモは一人にしないでなんて言ってたけどな。って、お前まだそんなんリーディングしてんのか？マザーと人間の出会った時の話なんて古いし面白くないだろ。面白いよ。そうかね。俺は竜人をボコす方が面白いけど。だってルクスはこの星にいたたった一人の人間なんだよ。ルクスがいなかったらマザーもファザーも私たちも空っぽだったんだよ。まあそうだけどさ、いないやつの話だからな。メアはさ、夢って見たことある？あ、スリープしてる時に見るビジョンみたいなもの。私もよく分かってなくて、ルクス叙事詩を見てると多分夢なんじゃないかなと思って。見たことねえな。どんなん見んだ？この星にはいない生き物だったり人間のことだったり。ほら、これとか。へえ、かっこいいじゃねえか。でしょ？パンクなんて何も見ないでバカにしてくるんだよ。それで私が壊れてるとかって言われて。今日はそれで喧嘩したわけね。だからいつもより深刻なわけだ。メア、私壊れてるのかな？別に大丈夫じゃね？いいだろ、楽しければ面白ければイメージしてみればいい。それがお前だろ。俺だったらやるね。もっと破壊しやすそうなイメージ探しまくって、無理やりにでも嫌がるエモを踏んづけて従わせてやるぜ。それは私には無理かな。イライラした時は叫べ。いつも言ってるだろ、ムケつけってな。ほら叫びな。今以外はない。はい、せーの。ムカつくムカつくムカつく。ルクスに誓う。私の力は子供たちを守り、慈しむために。パン君、あまり無茶はダメですよ。修復にも限界がありますからね。またポピーと喧嘩したのですか？なんでわかるの？生まれた時から知っていますからね。みんな私の可愛い子供たちですもの。聞かせてくれますか、喧嘩の理由を。あいつがおかしなことを言うから。おかしなこと？スリープしてる時に変なビジョンを見たとかさ。あいつそのことに夢中で。俺たちの役割は竜人からみんなを守ることだろ。あいつがいつもそんなこと言うから到着するのも遅れたし、俺の腕も壊れたんだ。ロボットと私たちアンドロイド、イマジネーターとクリエイター、
竜人と空魚、私たちは誰かがいないと活動し続けられません。壊れても私が直します。でもポピーとあなたの間に起きたことは私には直せません。パン君、賢いあなたならもうわかりますね。ここをこうしてこの曲線がこうなる。うん、洗練されてきたよ。あのさ、そういうのってどうやってんの？そうだな、スリープしてる時に見たビジョンをまずはこうやって書いて形に残して、それからデザインとかこの星で見たことがあるものと組み合わせるの。そしたらふわわっと浮かんでくることもあるし、ビビビッと飛び出してくることもあるし。ってパンク！認識遅すぎ。何？それが狼っての？悪くねえじゃん。でしょ？まあ。ごめんね、今日は私が勝手にイメージをしつけようとして。もう私最近ダメダメだね。パンクの腕が壊れてたのに、人間のことになると夢中になってばっかりだ。別にもう気にしてねえよ。で、このビジョンは何？聞いてくれるの？うん、あのね、星が一つブワーって空から落ちてきて、その中からいっぱいイメージ膨らむような、今まで見たことないものがね、出てくるの。人間も同じものを見てたのかな。これがルクス女子誌にあった夢なんだ。きっと人間って見たことも触ったことないものもイメージできるんだよ。その夢見るの俺たちの中でもポップだけだろ。やっぱり変かな。違って、ポップって俺やみんなと違って変わってるってだけ。それは同じか。なあ、もうどっちかというと面白いっていうか、俺の曲に好き。本当に降ってきた。はあ、マジかよ。行こう、パン君、星を見に行きたい。え、やだよ。なんで？お願い、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 最後のお願い、お願い、お願い、お願い。はいはい。もう一つお願い。今度はなんだよ。狼のイメージもう使えるよ。最後のお願いじゃないのかよ。私はイメージする。どうだった？まあ悪くないイメージなんじゃね。これがさっきの流れ星？それ以外ねえだろ。よっ！あ、おい！だって近くで見ないとよくわからないじゃん。これなんだろう。気をつけろよ。わかってる。これ乗り物かな。ナビなんだよ。ポップ竜人だ。どうして竜人がここに？そりゃあんなに派手に落ちてくれば奴らにも見えるだろうが。ポップ、さっきのイメージだ。さっきのって狼？そうだ、急げ。私はイメージ。ラファ？
能力発動に時間がかかりすぎ。意味のないポーズする必要なんてない。あんたたち何してたの？どうせ好奇心に負けて勝手なことしようとしてたんじゃないの？ポピー、あんたマザーのオーダー本当に理解してる？担当エリアを竜人から守る？それだけじゃない。マザーの防御膜外部で発見した未確認物体は不要に近づかない。見つけ次第すぐに報告する。パンク、あんたはもう少ししっかりしてるやつだと思ってた。ここは私が見張る。あんたたちはマザーに記憶を見せてきて。ラファ、でももしあれが人間の。人間だから何？あんたが好きなあの昔話、いつの記録？大事なのは今この瞬間。好奇心だけで正体不明のものに近づく、そんなことは愚か者だけがすることよ。行こうぜポップ。ラファ、せいぜい竜人にやられないようにな。こっちのセリフ。ラファエラから話は聞きました。ポピー、記憶を見せてくれますか？ファザー、周辺を禁足エリアに指定し、落下物の回収をお願いします。マザーの仰せのままに。禁足エリアって立ち入り禁止ってことだろ。いいですかポピー、私がいいと言うまであの場に近づいてはなりません。え、どうして？ファザーがあそこに行くなら私が案内できるし。エリアはすでにあなたの記憶から特定できました。それにラファエラがいます。案内は必要ありません。でもポップ、マザーの言う通りにしようぜ。落ち込みすぎ。マザーに言われたんだからしょうがないだろう。ううん、それもあるんだけど。なんだよ。ラファってさ、絶対に私のことあだ名で呼ばないよね。そうかもな。昔はちゃんと呼んでくれてたんだけどな。どうしてだろう、私ってラファに嫌われてるのかな。多少あるかも。あ、そんな落ち込むことじゃないだろう。ラファちょっとイライラしただけだって。ポップ、いや嫌いとか嘘、イライラも嘘、俺たちはポップのこと嫌ってねえし。引っかかったな。下を見ていただけです。は？マジうざ。心配してくれてありがとう。超かわいいよ。は？かわいいって言うな。クールなんだ俺は。はいはい、クールね。ん？パンク、見てあれ、魚たちが騒いでる。あの辺、マザーに言われたエリアじゃん。違うよ、そこからちょっと外れてるからセーフね。そういうのまた。なんだよこれ。竜人じゃない。じゃあなんだって？人間だ。ルクス女児史第1章3節、人間は柔らかい肉と硬い骨で形作られ、その内部は赤い血で満たされている。
何考えてんだよポップ。私、人間に聞いてみたいことがいっぱいあるの。とにかくマザーに報告だろ。マザーはきっとこういうこと避けるためにあのエリアを禁じたんだよ。俺たちが勝手なことしないようにって。だからマザーに言ったら二度と会わせてくれなくなっちゃう。お願いパンク、一言でもいい、人間と話してみたいの。ポップ、お願い多すぎ。そいつさっきから動かないじゃん。壊れてんだよ。壊れてる？だってそうだろ、どう見ても。直せないかな。直す必要あるか？てかきっと活動停止してんだよ。だったらマザーでも無理だろ。活動停止。おい、目からオイル漏れてる。もう何なんだよそれ。私にだって分かんないよ、勝手に出てくるんだもん。ああもう、とにかくポップもマザーに早く見てもらえって。絶対どこか壊れてるんだって。ああ違うからな、悪い意味じゃねえから。大気成分検査完了。惑星グランツ B 同程度の成分を確認。ウイルスの探知周囲 10km にわたり未知のウイルスの確認なし。適正存在の感知。至近距離アンドロイド2体を確認。危険性レベル低。装着者トーマスバーガンの輸血完了。スリープモードに移行。人間が動いた。一体これは。ルクス亡き今、この飛行体の正体を知る術はありません。ただかつてルクスは空から来るものをひどく恐れていました。もしもこれがルクスの危惧していた予兆だとしたら。我が愛する娘エヴァよ、もうすぐ私の命は尽きるだろう。その時君は初めて孤独を味わうことになる。エイトの力により、君は私たち人間と同じく心を持ったのだから。光があれば闇があるように、喜びがあれば悲しみもあると受け入れねばならない。エイトの力は無限大のイメージとクリエイトを司っている。君がその力をどう使うかは自由だ。でも自分だけのために使ってはいけないよ。愛するエヴァ。ルクス亡き後、私は一度だけ間違いを犯しました。私は自分自身の行いを恥じ、その戒めにこの目をつぶした。それから私は機械人形たちにエイトのかけらを分け与え、子供たちを生み出しました。私は子供たちを守るために生きると決めたのです。あの子たちを守ることはルクスの思いを守ること。マザー、子供たちのために私はいつでもこの身を捧げる準備はできています。ありがとう、ファザー。私、ルクスの記録を何百回も何千回も何万回もリーディングしたから、人間のことはいっぱい知ってるの。私たちが生まれるずっとずっと昔から人間はいたんでしょ。人間はどんな星に暮らしているの？この星に似てる？恐
それとも全然違う？人間はどうやって生まれるの？人間の好きなものは何？私たちは人間に似てる？それとも違う？あ、人間はスリープ中にビジョンを見る？質問多すぎ、興奮しすぎ。おい、こいつ本当に人間なのか？何も喋らねえぞ。ロボットじゃね？目にもなんか力がねえっつうか。私は人間だ。喋った。あら、人間だって。本当かね。それに人間だから何なんだよ。まあパンクは教わったこと何にも覚えてないんだから。私たちはエイトの力でイメージとクリエイトを生み出す心を手に入れたけど、人間はね、生まれた時からみんな心を持ってるんだよ。人間はすごいの。おい、こいつ爆発すんじゃないか。え、人間の体には爆発する機能はないはずだけど。君たちは人類移住計画、人間が移り住むことができる惑星を探す任務についた私は、星間移動を幾度となく繰り返していた。途方もない任務だった。そして調査開始から1864日目、星間移動が終わった直後、危険種族からの攻撃を受けたんだ。星間移動！人間は宇宙を探索できるの？危険種族って何？宇宙には人間以外にも人間みたいな生物がいるの？ポップ、黙って聞けよ。機体を奪われ、彼らに拘束され、監禁された。私は何とか彼らを欺き、敵の飛行隊を奪い脱出した。しかし、おそらく奪ったヘッドギアをハッキングされたのだろう。思考をコントロールされた私は操作不能になり、この星に不時着した。すっごい大変だったね。でも無事でよかったね。あ、じゃあれが危険生物の乗り物、もう一回見たいな。あ、立ち入り禁止か。あ、これが危険生物のヘッドギア。あ、触っちゃダメだよね。危険だもんね。たく、そんなことより、お前本当に爆発しねえのか？爆発？人間は爆発なんてしないよ。でもお前急に動作が変わったから。おそらくそこに落ちているヘッドギアの影響だろう。不幸中の幸いか、そのヘッドギアが壊れたのは。そして君たちに会えた。もしこれが他の危険な種族だったと思うとゾッとするよ。感謝する。改めて、私の名前はトーマス・バーガン。あ、そっか、名前。私はポピー、ポップって呼んでね。パンク、よろしく。ポップ、そしてパンク。しかしまさか人類と同じ思考言語を持つ機械種族が発展しているとは。人間はこの星や私たちのこと知らないの？まさか。この宇宙はとてつもなく広いんだよ。特別な任務を持った者だけが宇宙を旅することができる。そうでない者にとっては、星は空に浮かぶ光の点に過ぎないからね。私ずっと人間は私たちのことを見守ってくれてるんだと思ってた。勝手に落ち込むなよ。ポップが希望的なイメージばっかするからだろう。でもそんなの寂しいよ。私が自分の星に戻ったら必ず君たちのことを伝えるよ。人類と意思疎通が可能で善良かつ友好的な存在だと。ここまで人類に似た種族はこの広い宇宙の中でも珍しいんだ。きっとみんな驚くよ。ルクスのおかげだよ。ルクスがエイトの力を私たちに授けてくれたんだから。だから私たちは人間に近いの。ルクス、かつてルクスという学者が星間移動で消息を絶ったことは記録で見たことがあるが、そうか、この星に彼はたどり着いていたのか。彼は今もここに？もういないよ。俺たちが生まれるずっと前に活動停止したらしい。活動停止？そうか。うん、人間は自己回復機能の限界があるってマザーが言ってた。
ルクスのことはマザーの記録から知ったの。マザーはルクスが最初にエイトの力を授けた始まりの女で特別なの。ルクスはエイト。君たちのマザーに会わせてもらえないか。伝えておかねばならない話があるんだ。とても重要な話だ。もちろん。おい、俺はお前のこと信用してねえぞ、パンク。突然現れた奴をそう簡単に信じられるわけねえだろ。部外者はマザーの近くには連れて行けない。人間はね、血を失えば徐々に体の機能が停止していく。体の一部を失えば簡単に壊れてしまう。二度と復元はできない。君たち機械と違ってとても脆い生き物なのさ。大丈夫なの？早く血を止めないと。ありがとう。でもこれくらいなら大丈夫だ。だからなんだよ。マザーに会わせた後、どうしてもらっても構わない。一度はそうなるはずの運命だった。ただ私は君たちに助けてもらった恩を返したい。それだけなんだ。分かった。けど俺以外も説得する必要あるからな。ここに君たちが暮らしているんだね。うん、ここがマザーのいるところ。ここはマザーの力で守られているから簡単には入れないようになってるの。私たちはマザーの子供だからいつでも出入り自由だけどね。みんななんて言うだろうな、本物の人間見たら。ワクワクするよね。希望的すぎ。あいつら絶対、ほら来た、この武器は。そこにいるんだろ、アル。よくわかったな、バンク野郎。お前はよく俺様のことを見てやがる。尊敬してるのか、俺様。うるせえからだよ。まあそんなことはどうでもいい。俺様と戦え。黙りなさい。本当、なんで私こんなのとペアなのかしら。緊張感も何もないじゃない。同情するよ、リリー。ポップ、パンク、君たちがやろうとしている行為は僕たち、そしてマザーの安全を脅かしかねない。そうだろ、マリン。マリン、今日もいい天気だね。絶好の散歩日和だね。なんだか事件が起きそう。マリン、君も緊張感がなさすぎるね。それに事件はもう起きてるよ、目の前でね。ノック、危険じゃないの。トーマスは人間なの。未知の生物をこの中に入れることはできない。規則を守れないなら君たちも排除しなければならない。相変わらず硬い頭しやがって。ん、僕たちの頭は硬いが。そういうとこだよ。あそうだ、俺様の頭は硬い。いいよな、リリー、もう戦ってもいいよな。よし、お前ら俺様に。ある、うるさい、また壊すわよ。はい。お願い、ロック、どうして。諦めが悪いね、マリン。ごめんね、ポップ。私はどっちでもいいんだけど、どうしてドッカーンってなっても嫌だから。残念だけど、それ以上近づいたら撃つよ、マリン。ポップ、ここは一旦下がった方がいい。お願いだ。話だけでも聞いてくれ。その後はどうしてくれても構わない。トーマス！僕、君の腕が。私たちはこんなの全然大丈夫。マザーが直してくれるから。
お前ら、いい加減にしろよ。パンク、私から話をさせてくれ。ポップが言った通り、私は人間だ。君たちにとっては未知の生物だ。警戒するのもわかる。私は別に殺されても構わない。ただ君たちに危険が迫っているかもしれない。私に君たちのマザーと話をさせてほしい。よしお前、俺様と勝負して勝てたら入れてやってもいいぜ。アル、喋るな。はい。ロック、どうする？ロック、もし本当にこいつの言うことが正しいならマザーを守るのに必要な情報を失うことになるぞ。わかった。ただし拘束はさせてもらう。マリン。はい。これは大事件だね。よかった。トーマス、人間の星ってどこにあるの？空を見てごらん。あそこに白い星が見えるだろう。あれが僕たちの住む星だよ。あれが人間の星なんだ。俺たちが毎日のように見ていた空に本当に人間の星があるなんて。これだけ星があればそれぐらいの可能性があっても不思議じゃない。まあ本当にこの生物が人間ならね。なんでルクスはルクス女子誌にそのことを記録してくれなかったのかな。ルクスとか人間の星なんてどうでもいい。俺様はもっと戦いたかった。あんた本当思考回路一つしかないのね。ルクス女子誌なんてただの昔話だと思ってたけど。無駄話はそれまでだ。早くマザーのところへ行こう。あれが人間の星。パンク、私またなんか変なイメージしたんだろう。私、人間の星に行きたい。ほらね。トーマスみたいなたくさんの人間に会ってお話がしたい。人間がイメージしたもの全部知りたい。その時はパンクも一緒だからね。はいはい。いつか君たちを私の星に招待するよ。その危険な種族がエイトを探していると。はい。私以外にも様々な種族の捕虜が船内に捕らえられていて、彼らは一様にエイトの所在について尋問を受けているようでした。生前ルクスが言っていました。空から来るものに気をつけるのだと。私はルクスの教えを守り、この地に防御膜を張り、様々な探知を遮断してきました。今までは。しかし私がこの星に奴らの機体を持ち込んでしまった。あれに発信源となるものが残っていれば、奴らはこの星の存在を。機体はすでに分解済みだ。だとしてもまだ安心はできません。奴らは非常に邪悪で狡猾な種族です。備えが必要だ。私に協力させてください。かつて人類の同志であるルクスがこの地にエイトをもたらし、あなたたちを生み出した。ならば私はあなたたちの安全を保証し、ルクスの思いを守らねばならない。人類は愛と平和を尊ぶ美しい種族だとルクスは私に教えてくれました。トーマス、あなたと話しているとルクスとの日々を思い出します。やっぱ
ぱり人間は私たちのことを大事に思ってくれてるんだ。また目からオイル出すなよ。ルクスが言っていた空から来るもの、この人間もその危険の一つだと考えるべきではないでしょうか。ラファ、トーマスは私たちを守りたいって。ラファエラの言う通りです。ルクスがいたとしても全ての人間を信用する理由にはなりません。ファーザー、彼を拘束し監視してください。この部屋から一歩も出してはいけません。仰せのままに。マザー、でも、まさか来たか。して戦うしかない。マザーは大丈夫かな。防御膜もある。ファザーもいる。私たちが勝てばいい。頑張る。全然破壊できない。破壊できないよ、メア。エモ、バカなこと言ってんじゃねえぞ。最高じゃねえか、パーティーだな、こりゃ。メア、よくそんなこと言っている余裕があるね。はいはい、竜人とは硬さが違うね。動きもわからない。俺様に続け、みんな。あんた一人で突っ走っても何にもならないでしょうが。まったく、喋ってないと戦えないの。パンク、このままだと。エモみたいなこと言うなよ。大丈夫だ。子供たちの混乱、戸惑い、悲鳴が聞こえる。私はこれ以上子供たちを戦わせたくない。失いたくない。ファザー、あの子たちのところへ向かってください。しかし、それではここの守護が。マザー、それが彼らの狙いかもしれません。あなたが大部分を所持しているエイトの結晶、正しくその力を使える者以外に渡してはなりません。善も悪もイメージすることにより生まれ得るのですから。正しくその力を。エヴァ、正しくその力を使うんだよ。あの子たちは私の全てです。私が壊れてもあの子たちを守らなくては。マザー、私に考えが。私はあなたが私たちにとって危険な存在であると思っています。私はあなたの子供たちによって命を助けられた。私もあなたと同じくらい彼らを救いたい。今回奴らの攻撃を防げたとしても、いずれ第2波が来るでしょう。
手を打つなら今なのです。どうか私の考えを聞いていただけないでしょうか。この者の口を閉ざしましょうか。トーマス、聞かせてください、あなたの考えを。まさか竜人と一緒に戦うなんてな。いいじゃない、いいじゃない、昨日の敵は今日の味方ってやつね。これで一気に減らしちゃうよ。みんな、あともう少しだよ。おしゃべりしてる暇なんてある？攻撃に集中。これで最後。この辺のは大体倒せたみたいだね。なに、もう終わり？気を抜かない、まだ向こうのエリアに。みんな逃げて。いたよ、あれは。あら、大きいね。しかないにしてもさすがにでけえだろ。メア、あんたが弱音なんてらしくないわね。うるせえ。逃げよう、メア。無理だよ、あんなの倒せるイメージなんて誰もしたことないんだから。大丈夫だ、俺様がイメージしてやるぜ。あんたはクリエイターでしょうが。やつはマザーの方へ向かっている。ここで僕たちがやるしかない。ちょっと待って、もう少しで。ポピー、こんな時にも勝手な行動して。ポップ、何かイメージできたんだな。いや、多分なんかこうビビビッと何かが来たの。パンクには無理させちゃうかもだけど。いいよそんなの。こんな時でも変わらねえな、ポップは。もうちょっと、今イメージをロードしてるから。なあ、無茶だとは思うけど、今回はポップにかけてみないか。よし、私は乗ったぜ。あのデカさにビビったんじゃねえぜ。ポップ、お前がイメージするものはかっこいいからな、譲ってやるよ。派手に行け。おおい、リリー、お前はポップみたいなイメージできてねえのか。ほんとバカ。話してるだけだとあいつ言っちゃうよ。ラパ、賛成できない気持ちはわかる。しかしあのサイズだ、僕たちには足止めが精一杯だろう。だったら少しでもマーサーを守れる可能性がある選択をするのが僕たちの役割だ。ポップを信じよう。ラボ、私がおとりになる。メアとマリンで足を封じて。リリーはここでポップの盾に。任せろ。We'll be right back.
ロード完了。みんなありがとう。トップ。私はイメージする、悪しき者を噛み砕く強大な牙を。こんな時もやるのかよ。まあいいや、あいつに勝てるなら俺はクリエイトする、正しきイメージを。インフィナイト。クソデカ野郎、壊れやがった。よかった、無理させちゃったね。無理してねえよ。って、また目からオイル出てんぞ。あれどうしてだろう。ほら、マザーのところに戻って直してもらおう。うん。なんだよこれ。ポップ！何でもいい、イメージを俺に！ポック。のところに戻ろう。あのパンク初めて見たよ。私たちボロボロだね。私が変なイメージを出したから、私のせいだ。こ
ごめんね。ポップは悪くない。ここに。早くマザーの元へ。修復が終わったらすぐにみんなの後を追うんだ。何のこと、みんなどこに。ミュージアムだ。そう、かつての文明の遺産さ。夢？君が夢を見たのかい？うん、あれはやっぱり人間が見ていたビジョンだったんだ。じゃあトーマスも夢を見るんだね。残念ながら僕たちはもう夢を見なくなってしまった。どうして？それは自由なイメージこそエイトの力を進化させる鍵だ。このミュージアムで見たものがきっと君たちの力となる。トーマス、戻ってきたら教えて。人間が夢を見なくなった理由を。ああ。